どうも、あきです。英会話9やっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。この英会話9の動画いつも楽しみですという方はぜひとも高評価をしていってください。さあ、ということで今回は予選やっていきましょう。とその前に、前回コメント欄を読ませていただいて気づいたんですが、来年のサード候補が入っていないということで、ちょっと今一度オーダーを考え直したいなと思います。となると、ただ2年生ピッチャーをもう1人のけるしか選択肢がないので、どちらかをのけないといけないんですが、まあ、となると、まあ奥田威圧感あって非常に楽しみではありますが、まあ、威圧感ということは基本的に後ろに回るので、まあ、まずやっぱり1年夏からずっと唯一ベンチ入りしていた大平をしっかりとですね、先発ピッチャー候補として育てて、でその後を天才堀之内、そして奥田とつないでいく、まあそういったチームを来年は目指せばいいかなと思います。ということで、ここと誰かを変えようと思うんですが、さあ、まずちょっと1年生の野手を集めてみましょう。まあもちろん2年生使うっていうのもありなんですけども、関野と片桐入れてるので、さすがにこれは1年生を使うべきかなと思うわけなんですよね。吉岡、まあサードではあります。まあ盗塁も最悪できます。矢野、矢野はね、基礎値はいいんですけど、やっぱ盗塁だと猛攻できないので、やっぱ走るのもね、超攻撃の一つって考えるとちょっと違うな、個人的には。堀口、サブポジをつけること考えると結局左 G で124の吉岡の方が強い。金井はないとなると、まあそのまま吉岡かな。矢野が盗塁 D だったら矢野をねコンバートするんですけどね、盗塁はもう走れないので、となるとこうなりますね。 OK、 これでね今年は戦っていきましょう。よしよしよし、獅子倉も盗塁 B になったし、1年生だいぶ来年レギュラー取るな。堀之内外野っていうのもあるの、まあ堀之内常にスタメンではいるので、1年生5人もいるのか来年ってなると、2年を増やしてもいいけどな。でも123 弱いな。なんで2年生で123なんていうことがありえるんだ。あれか、栄冠9で一番星の数低いって言ってた菅沼か。なぜにこの入れようかな、どうしようかなって悩んでる吉岡、しかも赤徳持ってるやつと変わらんのだ、星の数が。ありえん。根岸、まあまあ2年生はバックアップにもできますからね。須田、ああ弱いな、みんな弱いな。よし、これでいこう。では戦っていきます。いきましょう。ちょっと今の2年生こう強弱の差が激しすぎますね。赤星さんとかいるけど、はい、宮内でいきましょう。1番はもったいないので、そうなるとまた打順を変えるしかないな。まあとなってくると、もう赤星さんをチャンス B ですが1番に置くしかないかな。はい、威圧感打線なんでね、今2番と4番が威圧感。あー、先発がなんか中塚になってますね。これ変えてなかった。さすがに、いやでも前評判いいだからな、相手ここで堀之内行ってみるっていうのは面白いぞ。いきなり先発を任してみるっていうの面白いぞ。9番だな、さすがに。いや堀之内行ってみよう。いやーちょっと怖いけど、けど前評判いいだから、さすがに甲子園十何連覇してるチームで前評判いい、負けないでしょう。小宮山さんだな。小宮山さん、クイック良かったような気がしなくもないんだが、総勢力 D。 よし、初回をしっかり抑えた。クイック D か、135、むしろ逆に走りやすいな。キャッチャー、肩32、モロタで駆動。あ、石毛さんとかいるけど、石毛さんもいい選手だけど、まあ、ちょっと弾道4、数人怖いのがいるだけで、さすがに負けちゃいけねえよ、これは。あ、そういえばユニフォームのご紹介してなかったですね。今回はですね、ちょっとコメント欄で何件かですね、リクエストのあった、よしよしよし、黒をモチーフとしたですね、初の黒をモチーフとした
ユニフォームをですね作ってみました。そして胸には猛攻ではなくアタックと書いてます。これちょっとしたこだわりです。はい。で帽子のマークはただ猛攻の M、 アタック M、 そして黒に縦縞の白を入れたと、まあ、黒白というねそこをベースに作っておりますということで、結構個人的には気に入ってますが、皆さんどうでしょう。いやたまには長打も打ちに行くか、調子いいや。あーいい打球、いい打球、これでスリーアウト。おお堀之内いいね。なんか前回堀之内を城之内に変えてほしいみたいなコメントがあったんですが、僕は堀之内って結構気に入ってるんだけどな。あれですね、二刀流にしたら一気に星の数増えましたが、まあそういう仕組みなのでそんなに一気に強くなったというわけではない。小宮山さんというとシェイクですね。あら、あれシェイクないんだ、あれシェイクないんだ。シェイクシェイク不気なムラ騒ぎ、チョベリベリ最高ヒップハップシェイク。あれ小宮山さんってシェイクですよね。ヘイシリー、小宮山シェイクで調べて。やっぱ小宮山さんはシェイクですね。ヘイシリー、たまに実況を邪魔してくるけどなかなか優秀なやつでございます。やっていきましょう。ちょっと今日は強振も使うよ。よーしよしよしよし。いやー猛攻学園になった。1年で本当に生まれ変わった。ただ裏の攻撃なんであれですね、また例のあれをやらないといけないといけなくなってくるきますけれども、となってくるともう堀之内、まあ次の試合投げられなくなるけど、まあその分、あこれめちゃめちゃやばいやつや。やばくはないんですけど、スタミナ上げるやつ作った方がいいですね。上がった、いいね。ここを乗り越えて成長したい。さあ堀之内のデビュー戦でございます。皆さん本来完封勝利といきたいところですが、勝っちゃいけないんで、勝っちゃいけねえなあ、いけねえよ。おーおお、あ赤星さんか。めちゃめちゃ守備範囲広いと思ったら納得。さあ片桐も負けちゃいねえと堀之内に。これまあアウトになったらなったでそのあれ防げるし、あかん、これは普通にヒット打って、ああ最悪、普通に打っちゃった。まあいいや、もう取れるだけ取って誰かにあれやらせよう、例のあれをやらせましょう。本当はね堀之内もっと投げさせたいとこですけどね。もう一回戻せばいいのか、セカンド置いてセカンドもう一人いるから。背番号4で先発って初めてじゃない？うわこれ初や。2桁の人しか基本いないのに、たまに野手でとんでもないことやるやつはいるけど、あーこれ堀之内の失点になるやん、最悪。まあしゃあないな。うわ堀之内の失点になるなこれ。まあ仕方ね。仕方ねえな、仕方ねえよ。いやー背番号、あそうか、たまに投げさせるっつっても大体ベンチの野手にしか投げさせないんで、背番号1桁1以外が先発してるのって何気に栄冠ない何十年100年近くやってきて初かもしんないですね実況。おい次の行こう。さあここは、さあ堀之内こんな場面で投げれるのはね幸運だね。癖になるね。ちょっと1点はそれはね自分で出したランナーなんでやられちゃいましたけど、まあしゃあないしゃあない。さあゲッツ取れるか、うちの守備力で。うわもう鉄壁の時なら余裕のゲッツーがねこうなってくると。ただこの辺のランナーはね日々が出したランナーなんで。さあ肩69、
よし。で、ピッチャーで使うとあれですね、普通に守備力上がるんで、ゲッツーシフトとか引くとセカンドとして守備力上がっていくっていう、なかなかいい形かもしれないですね。悪くないですね。3投いけそうな気がするぞ。クイック C か。全然ダメだ。さあ、猛攻学園見せていこうか。そんなにうまくやらんでも、それくらいでいいよ、それくらいでいいよ。よしよしよし。さあ、関野だって黙っていません。こういう試合でどんどん盗塁してね、また盗塁ビーとかにしていきたいっすよね。さあ来た、スクイズ。スクイズじゃない、犠牲フライ。ダメ押し持ってると犠牲フライ上がるのかな。わあ、いいね。ミート犠牲フライはやっぱ強いっすね。6点差だからここでアウトになっときゃいいですね。来ました、堀之内。まあ、3投やれば確実にアウトになるわけなんですが、ここは堀之内、今後のことも考えてヒットを打っていきたい。いいね。やってみるか、やってみるか、3投。まあ多分無理だけど、変化球なのは、あ、100番。キャッチャーの守備力がなさすぎて動きがヘボい。でも49はある。まいったなー、まいったよ。セーフティースクイズ、さすがに無理か。これでツーアウト。満塁だと意外と決まりやすいんですけど。さあ、黄色い声援を背中に受けて、左セーフティーバント。あるなこれ。セーフティーバントだ。まあまあ、これで逆にね、1点差のまま堀之内の育成もさらにできると。スタミナはなんだ、熱血感とかか。堀之内、完投、完投とは言わないね、これは。さあ、持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。クイック C だけど135だから、盗塁は本当にいっぱいしていこう。さあ、強振っていうのはね、あんまり強振で打たせることっていうのはもうここ数年あんまりなかったんですが、そういう場面も今後は増えていくことでしょう。さあ、中谷4番2割8分はダメだね。さあ、堀江もなんだかんだで飯の声がやっぱ厳しくなって、やっぱ飯のってすごいんだな。あの特殊能力はすごかったもんな。いやー、今までこう見なかった当たりがどんどん出てきて楽しいところですね。ちょっと球場が狭すぎて長打になりませんが。いやー、3投やろう、3投やろう。おい、今度は普通に投げたな、今度は普通に投げたな。あ、今思うと堀之内初盗塁もしたやん。いいね。そして堀之内で最後までいきましょう。となると他の選手をいっぱい、他のピッチャーの育成があれになってくるけど、まあ仕方ないところではある。で、これ球数制限かかるのちょっとあれだな、天才育成考えた時に。あ、かかんないのか。150球以上投げないと中3日あれだもんな。普通にいいピッチャーだな。そうかそうか、まだかかんないんだ。前評判見てやんないとさすがに怖い部分はあるかなと思います。果たして大丈夫なんだろうか、こんな大胆な、もう堀之内しかピッチャーを残さないということをやって。6点差ありますからね。いいピッチャーなんだよな、アンダーストローっていうね。そして普通にいいピッチャーなんだよな。こうすることでセカンドが2人いるっていうのもね、使いやすくなりましたね。今年だからいいね。そうっすよね、セカンド2人いるんで、こうやって堀之内をピッチャーにしたり野手にしたりっていうのが、3人いるのか、堀之内含めより使いやすいし、めちゃめちゃ強いんじゃねえかこれ。今年もしかして、もしかしてだけど、もしかしてだけど、これって天才最強なんじゃないの。ヒッ
ットはまあまあ打たれてますが、まあそれでもしっかり抑えたというところで。さあ小杉3盗塁してるからワンチャンあるよ盗塁。じゃあ小杉盗塁 A か、もともと。さあ堀之内の育成にめっちゃなってますと。あ、いや総力もうん A84、 あ、それは根岸か。まだ59しかないですね。セーフティーの選択肢すらまだないと。 OK、 まあ勝ち運待ってますからね堀之内。先発する惜しさもあるということで、あまりにカードが良すぎるな。ちゃんめナイス。まあ天才に使おうかな。赤星さんはちゃんめ持ってるし、うん、天才に使って盗塁 C だし、将来1番も3番とか1番とかそういうタイプかな。2番とか123タイプだと思うので、使えるものはどんどん使っていくと。早めに前評判見る、前評判 C はどうなんだろう。堀之内行くの、行くの堀之内。まあ、赤尾さんあたりガチで注目選手にしといて、中3日あるんで球が制限かかってないから、いやー、いっちゃう。まあキャッチャー B ですから今、 C すぐスイッチすればいいっていう話ですよね。ピッチャー大量にいい選手がいる。3人もこれ、こんなチーム今まであります？3人プロいけるっていうピッチャーがいて、そこに天才的な1年生入ってきて、そいつがエースソルなんていう、高校野球で史上あっただろうか。え、予選が第6試合とか初めてだ。え、予選の夜の試合なんか雰囲気あるね、初めてだ。夏の夕方6時っていいっすよね、青春を感じる。ちょ待って、強いわ相手が。けど抑えたぞ、高橋レイ投手かな。アンダースロー140キロ。丸選手がいるよ、日本代表が。ちょっとこいつ強すぎ、こいつ強すぎ。一人超名門校のキャッチャーがいるな。佐藤投手みたいだなお前。これ3投は無理だな、さすがに。アンダースローといえどで、お祭りもう初回から使っちゃう。今年40盗塁目指してるからな赤星さんは夏で。よし、もう走っちゃえ走っちゃえ。あー、それは点取ってあげたかった、さすがに。堀之内をさすがに楽に投げさせてやろうぜ。まあ最低限のしんどいだね。いって、よしよし、あー頑張れ堀之内。まあ相手も強力、高橋礼投手でございますよ。なんだ関野をちょっと警戒してるのかな。次堀之内、まだセーフティーっていう選択肢がないからな。バント代わりにもなるんでね、セーフティーは数字さえ高ければ。総力 C になるとセーフティーができるようになるんで、そこ結構割と最低限のラインになってくるんですが、ボールを見逃せ。まあここは天才のバットにかけるしかないのか。ここで急成長、この打席で急成長できるか。ミートパワーはいいぐらいですね。だチャンスし、カードも今悪くはない。あ、これはフォアボール狙いましょう。さあフルカウント、野球はフルカウントが一番面白い。よっしゃ天才、天才大活躍。いいね、夜の地方球場っていいね、エロいね。さあもう交代は考えていった方がいいよ、さすがに。スタミナは一応上がって、もう系統はさすがに考えていくが、よっしゃー小杉ナイス。いや鉄壁の生き残り、鉄壁の生き残りナイス。5回投げさせたい気持ちもありますよね、なんとなくやっぱり。バルグランドボールを掴みました。
5回を投げられるといいなという気持ちはあるんだよな。相手強いから普通にいいピッチングですよね。わあ、いいピッチングだな。取ってこれで3アウト。相手強いからな、援護してあげたいな。よっしゃ、赤星さん打力もいいね。盗塁を1個無駄にしたけどね。赤星いいバッティングを見せました。これで絶対点取ろう。そしたら勝ち投手の権利をとりあえずつけることができるから、なんか去年から異常にこのお祭り打線になってますが、これ強いんだな。お祭り打線になるようにも性格変えていくまであるぞ。今たまたまですけど、よーし、ナイス中谷。さあここで打点男来ました。今までならスクイズしてます。チームは変わりました。これが猛攻学園というところを見せていこう。さすがに1球待ちましょう。よーし、カード悪いな。ちょっと荒れてるのでフォアボールあるよ。まあスクイズ警戒するわな。それゆえのボール先行か。よーし、よし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 。さすがに下位打線はスクイズしてもいいんだけどな。カードによってはもう転がしたらみんな足が速いので、ゴロゴーで転がせばいいんだよ。転がせば言う行ったら関野。まあ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 、とりあえず勝ち越したよというところで、これはさすがに変えましょう。また戻すことはあると思うんですけど、さすがに変えましょう。ちょうど8番のところに入れるし、ここでやっぱりピンチに強い藤村が出てくるんですよ。うわ、これはとんでもないチームだな。これはとんでもないチームだぜ。こんなところでこの3枚看板出てきたら相手もたまんないでしょ。たまんないでしょ。おお、よかったよかった、ゲッツー取れた。いやこれはたまらん、相手もたまん。でカードも悪いんで、ここでまたまたねピッチャー変えてくるっていうね。これは相手もたまんないぞ。さすがにこんな野球されちゃたまんねえな。たまんねえよって感じですね。バックホーム、よし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 、やばい、ピンチだな。もう伝令はない。うわー、おちょっと待って、やばいぞ。普通に点が取れてない。これは堀之内のせいではない。チーム力が普通の。うわ、中塚捕まるか、ここで。普通に中塚、藤村で点を取られてるもんな、今。ただただ。まあ仕方ない、切り替えていこう。相手の方が圧倒的にヒットの数が多い。さあここ揺さぶるが効いてるので、揺さぶるは有効活用していかないと。さあ加藤投手来ましたが、赤星さんが塁に出ればノーアウト二塁確定。よし、ノーアウト二塁確定。三投は怖いのでやめときますが、やるぞ、三投、三投あるぞ。これ行こう。何のために足を上げてるんだと。戻った、よし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 。でここはさすがにスクイズある。よし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 。さあ中谷も走って、うわ何でもあり。いやでもここでスクイズしてるようじゃ4番じゃないですよね。猛攻学園じゃないですよね。スクイズだったな。まあまあノアトだったんでね、堀江だし。次だ、次でスクイズだ。これでスクイズしなくて負けたらさすがに笑われちゃうので、
スクイズしません。そんだからな、代打っていうのもあるけど、ピッチャー平山入れてないんで、ショートいないんですよね。いないこともない。あれだ、片桐がショートできんだ。ただまあフォアボールだったら別にいいので、もう一個ストライク取られたら代打を出します。よし、これはもう本気で栄冠ナインをやりましょう。スクイズ4以上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 。藤野はファーストがいいね。片桐頼むよ。スクイズ4以上。スクイズ4以上。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。もうショートがいなくなるんで、犠牲フライ打てるでしょ、片桐なら。さすが監督、俺にバントなんてさせるんじゃないっすよっていうね。さすがやで、ショートもできるとはさすがやで。バッターは千葉の伊達天バカで、まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球、二塁送球はどうだ。さすがやで、このカーブ来たら絶対三投できるんだよな。1じゃ無理ですね。ヒット狙いに行くやつ、よし。よし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 、代打いない。スクイズしよう。これはこれは戦略的スクイズやな。ここで今日初めてスクイズをすると、あーバフ、足早いな。さあ点差いきました。もうカード悪い時は強振が思いっきり引っ張る。ただ5割打ってますからね、ここまで。よしとなってくると、ああもう堀之内をもうどうせないですね。セカンドいないから、もうこの試合は後ろのピッチャー陣に任せるしかないかなと思います。はい、おーおーおお、頼むぜ頼むぜ大平。じゃあ交代やかも。さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。次の回にくせ者残しておいてもよかったか。最終回に望月、ここでエース様の登場やな。背番号10になってる。あ、そうか、中塚が今エースポジション。中塚の方がいいのかな。コンピューターは中塚推しか。不思議なチームだ。ちょっと待て、余裕はないぞ、そんなこと言ってる。結構やばいぞこれ、冷静に。おわ、させない。あ、連打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 。ここです。いや、うちのピッチャーストレートだな。やばい、赤星さん赤星さん赤星さん、堀江、堀江でいいのか。あ、そうか、堀江はまだ守備上げてんのか。うわー、なんか千葉のいいピッチャー勢ぞろいやん。高校生の時の唐川投手は化け物ですかね。攻めの三投、よっしゃー、やっぱ決まるね。やっぱ男は攻めるべきや。おー、注文通り。ミート犠牲は強いな。さあもう総力戦となりました。ベンチに人は残っておりません。もう第2ストレートもね完備していて、この3人はもう本当に完成形になっているので、なってるので頼むよ。ホームランだけ怖いな。相手表の攻撃なので、まあそこはあれですが。なんだ、堀之内が一番抑えるじゃないか。見てると堀之内が一番安定感あるな。よっしゃー、威力あるストレートで。バントがどうした、嫌ならさせるな。そんな感じでしたね今のは。さあ追い込もう。はい、これで試合終了、気持ちいいね。ナイスゲーム。ということで、はい、天才堀之内ピッチャーで使う予定はあまりなかったんですが、まさかのちょっといろいろと考えが変わったというか状況が変わりましてのいい試合になってきたと思います。堀之内ピッチャーで使いつつも頑張ってですね、試合勝ち進んでいきましょう。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。
ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。超ノリノリになったので使います。また次回の動画でお会いしましょう。プロ野球開幕、アディオス。